ではシビックの外装を見ていきます。まずフロントバンパーからですね、右前こんな感じでかなりツヤもあって綺麗な状態です。下の方も特に擦ってるようなところもないですね。こんな感じでかなり綺麗な、バンパーになってますね。でヘッドライトは左右ともかなり綺麗です。でカーボンのグリルが装着されてますね。ボンネットはへこみは特に見当たらなくて、傷もですねこんな感じでかなり綺麗ですね。特に見当たらないです。こんな感じですね。続いて左のフロントフェンダー、ちょっとここ飛び石傷が一箇所、他は特に気になるような傷へこみは見当たらないですね。左フロントのホイールガリ傷がですね、この辺りとかこの辺り、ついてますね。でタイヤは結構まだ溝は残っております。でドアミラーは綺麗な感じで、助手席側のドアツヤもあって綺麗ですね。こんな感じで特に気になるような、傷は見当たらない感じです。でサイドステップ周り多少ちょっとね乗り降りするときについたかなっていうような、傷はありますけれども、大きく目立つような感じの傷は見当たらないですね。でこの左のサイドはここですね、ちょっと傷ついているところが1箇所あります。で左後ろのドアはこんな感じでかなり綺麗な、状態になってます。で左のリアフェンダー綺麗ですね。ドアバイザー付きです。で、サイドのへこみ特に見当たらないかな。綺麗ですね。で左リアのホイール割り傷は、この辺りとこの辺りこんな感じで、ついてますね。でリアタイヤはフロント同様溝は起こっております。続いてリアバンパー綺麗ですね。特に気になる傷は見当たらなそうな、感じですね。こんな感じです。でトランクの方もへこみもないですし、この辺りの傷も見当たらないですね。リアウィングの方も綺麗な状態です。トランクもこんな感じで特に傷は見当たらないですね。で右のリアフェンダー綺麗ですね。こんな感じです。で右リアの、ホイール、こちらは特に気になるガリ傷は見当たらないですね。で右後ろのドアもうちょっとタッチアップしているのと、この辺りの傷が、ついてます。そこ以外はツヤもあって綺麗ですね。こんな感じでここちょっと飛び石傷みたいなのがありますね。で運転席のドアはちょっとドアノブ周りの引っかき傷みたいのはありますね。あとはここは1箇所タッチアップしているところが、これも傷かな。そうですね、ここも傷がありますね。そんなところですかね。こんな感じでサイドステップ周りなんかはかなり綺麗な、状態です。こんな感じですね。で右サイドのへこみ、特に見当たらないですね。ドアミラーも綺麗です。そして、右フロントのフェンダー
ちらも綺麗ですね、艶があって。で右フロントのホイール、ちょっとガリ傷が大きめですかね、この辺りとか、この辺りついてます。最後にルーフです。へこみは特に、見当たらないですね。で傷とかもこんな感じで見当たらず、結構綺麗な、状態です。はい、以上シビックの外装でした。